じゃあそれでは山下さん、はい、はい、そうですね、本当皆さんが言った通り、本当息つく暇もないアクションシーンであったりとか、その景色の映像一つ一つなんかすごく綺麗で、なんか一体今どこを見たらいいんだろうっていうくらい、すごいいろんな情報がその映像の中に含まれているというか、その映像だったりとか、キャラクターの表情一つであったり、すごいその中にいろんな思いだったりとかが詰まっているなって見て思いましたね。そういうところをもう本当に一回だけじゃ追いつかないぐらい、そのぐらいの情報量が詰まっていたりするので、なんかもう何度も何度も視点を変えて見ていただけたら嬉しいなって思いつつ、僕自身最後の最後で涙を我慢してたんですけども、ちょっと泣きそうなシーンとかもいくつかもあったりしてね、なんかでも隣に歩くんもいたのでその先行試写会の時にあのさ怖いいい一個、うん、あのね俺泣いてたの、うん、あの最後にさエゴイストさんの曲流れるじゃん、あそこでブワーって泣いてたんだけど、百平、うんうん、大輝くんに見られたらまずいからな涙拭くとこって思ってやってたのそんなのはいはいごちそうさまそのぐらいなんかでもなんかそうなんですよていうかなんで呼んでくんねんだよ俺のことさすいませんなさいすいませんぜひ今度一緒に泣いたのにさ兄貴怒ってるから一緒にそのくらいあの本当に感動するシーンとかもたくさんあるので皆さんねはいこれからも見に来てくださいお願いしますこれあれですよ、こう、あの、東宝さんの板村さん、可能だったら、こう、あのね、山下さんと村瀬さんと楠木さんが見てるとこだけ中継するニコ生とかやりませんか、いいですよ。やりたいですよ、ね。いいですよっていう、映画の内容は劇場行かないと絶対わかんないけどっていう、客席だけわかる。